みましょう。まあ、こう競り合ってロスしちゃう場合はタイムを出しに行ってるときはもうあっさりやめた方がいいですね。やっぱりこうインフィールドの上りも2速を使うよりも3速の方がブーストターボトルクがずっとかかって力強い加速がこう持続されますね。2速だと一瞬加速はするんですけどもすぐ回転がリミットに達してしまいますので、例えばこの2ですね、もう立ち上がってすぐにシフトアップしなければならないので、それよりも一つ高いギアで加速を長く取れた方がターボの場合有効ですね。